皆さん、こんにちは。今日も私の YouTube 動画を見てくださり、どうもありがとうございます。今日はこの動画で、私が持っているストーブ鍋に関してご紹介していければなと思っております。では、早速見ていきましょう。皆さん、こちらの写真が見えますでしょうか？はい。こちらにあるストーブ鍋、9個あります。はい。私のね、持っているストーブ鍋を並べて写真を撮りました。皆さんもお分かりの通り、カンパーニュと色という色で、集めております。一色ですね。ストーブってもうたくさんのね、カラーバリエーションがあるんですよね。でもその中で、カンパーニュがもうとっても可愛らしくて、そして、まあ、うちの、台所の色にも合うかなということで、この色に決めました。はい。カンパーニュの色はですね、私、アメリカ在住なんですけれども、カンパーニュの色はですね、ここまで、選択肢が多くないんですよね。はい。一番多いのはブラックとグレーでしょうか。特にカンパーニュの小さいサイズですと、アメリカで揃えるのが結構ね、大変なんですよね。売ってないんですよね。ということで、アメリカ在住でありながら、日本のアマゾンサイトでカンパーニュの鍋を、ストーブ鍋を購入し、それをね、アメリカに発送するという形をとって、いくつかの鍋も購入しております。はい。まあ、それも含めて今日は話していければと思っています。はい。9つのこちらのカンパーニュの鍋、見てるだけでちょっと顔がにやけてしまいます。ストーブ好きの、皆さんも、この気持ち分かっていただけるのではないでしょうか。はい。皆さんのいろんなね、ところで、写真とか出るんですけれども、インスタグラムとかね、フェイスブックとか、いろんなね、色のストーブ鍋を集めていらっしゃる方いますよね。もう見ているだけでもうちょっとほれぼれしてしまいますよね。同系色でこう集めていらっしゃる方とか、黒、グレー、白とか、黒、グレー、カンパーニュとか、ね、あと青系とか、グリーン系とか、ね、そういう風な、ね、合わせ方もとても素敵ですよね。で、一色で合わせられてる方、例えば黒一色とか、グレー一色とか、もうそういうね、統一感のある、集め方もとってもね、素敵だなと思っています。私がね、持っている、ラインナップ、ラウンドが、1、2、3、4、ラウンドのストーブ鍋が4つあります。ラウンドの10、16、22、24ですね。はい、こちらの右下から4つがラウンドになっています。はい、そしてオーバルの31。これとっても大きいし重いんですが、たっぷりね、作れるので、私は結構好きです。気に入ってます。そしてこちらのね、鶏のノブもね、で気に入って買ってしまった鍋でございます。はい。そして、ココハンの M。ココットでご飯という正式名称ですが、ココハン。こちらの M サイズ。はい。M サイズは、16センチメートルですね。16センチメートル。
ね。うん。そして、わなべの L、わなべ。はい。こちらは、L なんですが、サイズ、直径は、20センチメートルですね。20。そして、わなべの XL、フレンチオーブンという、言い方もしますね。フレンチオーブン。こちらは24センチですね。わなべの X。そして、ブレザーの28センチということになっております。皆さん、私のファーストストーブはどれだったかお分かりでしょうか？分からないですよ。どれだと思いますか？私の、ストーブ、初めてね、アメリカで購入したストーブは、わなべの XL です。はい。レンチオーブンですね。こちらのお鍋のね、形が気に入って、このツルツルのね、蓋。はい。これが気に入ってね、わなべの、XL を購入いたしました。で、ラウンドに比べても、ちょっとお安かったんですよね。で、実際ストーブってどんなものか、ちょっと当時、2年前かな、2020年、ちょっとよくわからなかったので、とりあえず、わなべの、ちょっとお安めのから試してみようということで、こちらの鍋が私のファーストストーブになりました。ね。とてもね、スープを作るときにもう使いやすいですね。この底のところが丸みを帯びてますので、なんていうんですか。お玉でね、こう、盛りやすいですよね。わなべのストラッチ。はい、こちらが私のファーストストーブです。そして次、私のセカンドストーブ、二つ目のね、お鍋はというと、ラウンドの22です。はい、今考えるとどうして22にしたんだろうと 思います。うん、でもまあ、ね、ラウンド、うん、看板にアメリカに売っている種類が少ないっていうのもあったかなと思います。うん。ねえ。ということで、ラウンドの22にして、使いましたね。こちらも無水料理をするときにもう感動しましたね。とっても美味しくご飯ができるので、はい、ラウンド22。うん。はじめはよく使ってました。でも正直言うと、今ちょっと、出番は少ないかな。で、今考えると、ラウンドの20の方が使い勝手があったかなと思います。実際に、私、ラウンドで持ってるのは、ほら、16と24もありますよね。この間、4刻みでっていうことになれば、便利だったかなと思うんですよね。まあ、それは、アメリカだと、こう、選べるカンパーニュの色が少ないということも関係していたんでしょうね。はい。ちょっと一つずつ見ていきましょうか。ラウンドの10。こちら、人参のね、グラッセっていうんですかね。蒸し。うん、人参を本当に、ピールして、皮をピールして、まあ、切って、乱切りにして、オリーブオイルと、まあ、クレイジーソルトとか、まあ、お塩だけで、蒸して、ということによく使ったり、で、あと、ソース、あったかめのソースね、を作るときに、こちらの方に入れたりしてますね。はい、とっても小ぶりで、もう片手にも乗りますし、もう可愛らしいんですけれども、まあ実用的、まあ実際に使っていけるとですね。こちらのラウンドの10で、炊飯してる方もたまに見かけますよね。うん。0.5合で、こう、炊飯されてる方もお見受けします。
私はちょっとやったことないですけれども。はい。そして、うちでよく登場する、こちら、ラウンドの16です。はい。こちらもね、小ぶりでね、とっても使いやすいです。はい。こちらは、今、副菜をね、作るときにね、よく登場してますね。昨日はアヒージョを作るときに、こちらのラウンドの16を使いました。正直、ラウンドの16はもう1個あってもいいかなと思ったりする時もあります。まあ、16、あえて16ではなくて14とかでもいいかもしれないですね。そして、ラウンドの22。はい、こちら。はい、ちょっと最近登場回数が少ないです。はい。そして、ラウンドの24。こちらのね、お鍋。ブラックフライデーで、おととしのね、ブラックフライデーで99ドルで購入しました。ね、ブラックフライデーになると、ストーブラウンド24が99ドルになるということでね、友達の間でも話に出てましたね。はい、ということで、その時に購入した24。こちらも、昨日使いましたね。こちらのラウンドの24を使って、バターカレーを作りました。もうこちらのね、ラウンドのラインアップで無水料理をするときはいいですよね。とっても美味しくご飯ができると思います。ラウンドの24。そして、私が持っているオーバル。こちら31になります。かなり大きいです。巨大鍋です。はい。でもね、こちらもカンパーニュ、アメリカで売っている大きさが少なかったので、もうこちらのね、オーバル31を見つけたときは、ちょっと正直飛びついてしまいました。そしてこのハンドル、ね、ここの部分。ねえ、鶏さんがついてますけれども、こちらの方にも一目惚れしてしまいました。はい。だいたい240ドルぐらいだったのかな。もう正直、届いた、オーバルさん、ちょっと蓋と、鍋本体のこの部分の色がね、ちょっと微妙に違ってたんですよね。でも、まあ、そういうこともあるかということで はい、受け入れてます。で、うちではですね、オーバル31は、もう、豚汁とか、もう、多めのスープを作るときとか、あと、アクアパッツァを作るときによく使ってます。結構ね、私、多めに作って、作り置きしておくのが好きなので、大きい鍋はね、重宝してます。ただ、このね、お鍋、31となると、洗うときがね、かなり大変なんですよね。はい、かなり重いです。鍋の横とか、裏、底、鍋底をね、洗うときがね、もう本当に大変なので、そのときはちょっと、夫に、助っ人してもらっております。はい。かわいいんですよね。オーバル大好きです。はい。そして、うちではですね、新しい新米ルーキー。ココハン、ココットでご飯。はい、M。こちらも、毎日使っています。ココハンの M とブレイザーの28がですね、最近うちに届いた子たちです。はい。日本からはるばる来てくれました。こういうところをね、ほんとね、よくね、来てくれたなと思います。はい。ココハンの M。こちらもね、ご飯をね、炊飯するときに使いますね。そして揚げ物のときにも、ココハンの M を使うことがあります。やっぱり、このね、そこがね、こう、なんだろう、高さが高いですよね。他の鍋に比べると。そうすると、油跳ねがしないっていうのは、もうとてもね、ありがたいですよね。ココハン M。はい。炊飯にも使いますし、油物にも使いますね。揚げ物。は
M です。もうここ半ぐらいの大きさ、直径16、使いやすいですよね。ということで、わなべのね、M も直径が16なので、今狙っているのがわなべの M なんです。ストーブのね、値段が上がる、2022年のいつからか、ストーブのお値段が上がるというね、話が出ていたので、次に狙っているわなべ M も、早いうちに購入した方がいいのかなと思って、ちょっと焦ったんですけれども、わなべのこの M の値上がりはだいたい1000円ぐらいだったかな、だったので、まあ、ちょっと、もうちょっと待とうかなと思って。そして、わなべの L。こちらはね、お味噌汁を作るときにね、よく使っています。私、作り置きが好きなので、2食分の、お味噌汁を作ってという形にするときにとてもね、いい大きさですよね。で、実際、私、わなべ L が手元にありますが、わなべのね、この小さめのサイズを買うときに、正直、わなべの M にしようと思って、もうカートにもわなべの M も入れてたんです。もうなぜか、その時に、購入すれ寸前に、やっぱり L にしようということで、20センチの、L にしてしまったんですよね。どうしてだろう。どうしてだろう。で、結構、ストーブのグループとかの、会話など見てると、わなべの M がとてもいいですよっていう話よく聞くので、ねえ。わなべの M が欲しかったんですが、最後の最後に、大は小を兼ねるという気持ちが出ちゃったのかな。ということで、大きめの方を選んでしまった、私。ということです。ねえ。そして、わなべの XL。フレンチオーブンですね。ね、わなべってやっぱり底がね、丸みを帯びてますので、スープ系でもいいですよね。すくいやすいですよね。洗いやすいですし。で、わなべのこう、丸みを持っているこの形がね、私ね、すごくね、好きなんですよね。まあ、ラウンドもとっても、私、ラウンドのね、蓋の形も好きなんですよね。もうずっしり感がある。もうザ・無水っていうところも好きなんですよね。そしてブレーザー28。こちらも、ココさんと一緒にうちにやってきましたが、やはりね、ブレーザーも、決めのを選んでしまうという。ブレーザーって24、26、28ってありますよね。やはり、決めので、いっぺんにお料理して、そして、作り置きしたいという気持ちが 勝り28を選んだという形ですね。で、実際、26か28で迷ってたんですよね。で、そこで私の、ストーブ鍋友のお友達にもちょっとアドバイスを、煽ってみたんですが、彼女は、ブレーザーの30を持ってるのかな？ 30？ 30？ 30？ 30ですね。30を持っていても、断然大きい方がいいよということだったので、私は28にしました。で、カンパーニュですと、24、26、28のサイズですね。このように、9つのストーブの鍋に囲まれて、お料理を頑張っています。このね、鍋、今日のお料理でどの鍋を使うかなというふうに、もう迷うところ、もうその時間もね、とてもね、私にとっては、とても貴重な時間ですね。で、昨日はラウンドの24と、ラウンドの16を使って、
料理しましたけど、ちびとでかっていうふうに呼んで、ちびではアヒージョを作る、でかでは、バターチキンのカレーを作るということで、ね、ラウンドの24、16と使いましたけれども、昨日のご飯ですと、和鍋の XL と、まあ、ね、ココハン M でアヒージョ、ちょっとそれだとな、そうなるとやっぱり和鍋の S があってもいいのかなと思ったり、ね。結構蓋の丸みを帯びている、左側を使うんだったら左側でこう合わせたいっていう気持ちもありますね。こう、お鍋が私のその、こう、コンロの上に乗っかっていて、ね、それを見るだけでちょっと顔がにやけますので。はい。気分を変えたいときはこうラウンド計を使う。ね。そして、また別な日には、真鍋系とかご飯ブレイザーのようなこう丸みを帯びたねお鍋を使ってお料理するというふうにこう分けていけるっていうのも、まあ、このストーブを使っていく時の醍醐味ですよね。はい。ああ、もう見ているだけで幸せです。ねえ、次は真鍋の MS。そしてラウンドではなくて、あのラウンドの10に並ぶ、ほら、オーバルの11もいいなと思ってるんですが、ちょっとこんなにたくさんね、鍋があるのにもっと欲しいなんて、さすがに家族に言いにくいので。うん、ちょっとね、今ね、持っているものでね、こう回してたらとは思っていますけれども、うん、次のお鍋は、やはり、ちょっと小さめの、お鍋を購入したいですね。やはり、和鍋 M。オーバルの11あたりかな。はい。あ、そして、私がね、アメリカで購入した、お鍋はというと、ラウンドの22、ラウンドの24、オーバル31。レーサーのこのね、色は売ってないんですよね。和鍋の、そして XL かな？和鍋 XL、オーバル31、ラウンド24、ラウンド22。こちらの、カンパーニュの、お鍋はアメリカで購入しました。はい。そして、日本のアマゾンで購入して、私が住んでるアメリカに送ったお鍋は、はい、ラウンドの10。小さめですね。ラウンドの16。そして、ココハン M。和鍋 L。そして、ブレーザーの28。はるばる海を越えて日本からアメリカにやってきてくれた子たちです。ねえ、長旅といっても、アマゾンジャパンでポチってから 私の家まで届くまで、もう4日ぐらいでね、届いちゃうんですよね。航空便かな？とっても早いですよね。びっくりしちゃいました。ということで、もう便利に買い物ができる時代なんだなということに驚いています。はい。ということで、皆さんの鍋はどのようなラインナップになっているのでしょうか。ね、皆さんは、どんな色でお鍋をね、集められているんでしょうか。色を統一してますか？それとも同系色ですか？それとも、そのお鍋に合った自分なりのこうイメージで、色を選んで、いろんな、ね、色を組み合わせて買っていらっしゃいますか？はい、ぜひ教えてください。そして私が購入したい次の小さめの鍋、おすすめがあれば、ぜひぜひ、コメントに残して教えてください。はい、ということで、今日の、動画はこの辺までにしたいと思います。
次の動画ではですね、私の家で作った昨日の夕食、アヒージョと、バターチキンカレーの動画もね、アップできたらと思っていますので、ぜひそちらも、ご覧ください。では、ここまで見てくれてどうもありがとうございました。また別の動画でもお会いしましょう。では、さようなら。